時計動き始めた。はい、行きました。僕今左足が前、右足が後ろ、ホックもどっち側で蹴ってくるのか知らんけれど、どっち側で蹴ってきてもこの手です。左足前、はい、こう、ね、はい、はい、でこれで足がつくまでに飛び込む、はい、どこだ、いいか、足がついた時は同時に当てとかっていいか、足がつくまではオープン、ちょっと体が来ないなと思います。反撃が進めて目が強くて、これが危ない、はい、ブイッとこちらでちょっと抑えとも、これ動かないようにしてもね、これ押さえておくだけ、はい、あ、ハローティン、ハローティン、足が落ちた時には同時に回ってる、いいか、これ、ロー、ロー、はい、これ、ロー、ロー、ロー、これ、ロー、ロー、ロー、これ、こっちがある、まずこれ、足同じく、こっちは前、これも同じ要領で蹴ったら、蹴ったら、はい、蹴ったら、ブルブル、蹴ったら、で今度はね、こっちが前、はい、な、ブルブル、あ、ごめんなさい、ブル。柔らかいから、ある程度元に戻りをちょっと見ときよ。これ、こう蹴ってくるよ。ごだいこのままこう蹴ってくるよ。フォークの場合はまだ戻ろうとするから、割に崩れが少ない。今見ときよ。はい。ほら、足を戻っていくよ。もう一回やる。五大根の場合はこれだって、こういう。な、フォークの場合は、こうやって、足が戻る。これ、体の柔らかさの問題よ。うん。けれど、戻っても、足が戻ったら、割にいい姿勢になる。見とけよ。意識になる。これが入る。これだよ、こうやってやったら。悪い姿勢になる。で、いい姿勢になろうと、悪い姿勢になろうと、もうやってしまうと後やから、やっぱり足が降りたときには、攻撃が必要だ。それが一つ。まあ、フォークも今何するよって分かってるな。だから戻りやすいとも言える。その両方や。それで、こうやってきたら、ふっ、やっと違って。はい、こうやってきたら、ほら、もうこの時に入ってもらって。足が落ちた時に入ってもらって。これどうかな。崩れは少ない。五代君と比べたら、崩れは少ない。けれど、ちょっと足がつくまでは何かしにくい。その間に取り込んで、はい、はい、はい、この間、ということです。ちょっと足が戻るのは、手が動きにくいだろう。まあ、今、わかっておく。わっ！こっちが来たら、こっち、こっち。こっちが来たら、やっぱり、足が、落ちた時までに反撃してくって、まあその点な、五代君の場合払われたら体を硬くしよう、僕の場合柔らかくしよう、まあ年齢的なこともあるかも分からない、
し、それとね、僕、これまたアドバイス、はい、ちょっと前へ来て、これこうやったら下手したら指にぶつかることが、指ぶつかったら指痛めるだから、これこうしたとこう握ってみんな、握ってみる、握ってやってみる、はい、握ってやって、はい、握ってやってみる、けど握ってやっても筋的をカバーしにくい、筋的カバーしようもさ、やった方が長いからやる、けど長いから言うてここに蹴りの足が当たった指がやられる、難しいと思うな。だからこれ、うん、これでもまあ注意して、はい、あんまり早くギリギリでやった、ギリギリでやった指をやった、ちょっと間があった、ちょっと間ってこと、ちょっと間ってこと、はい、わかったかな。崩れは今ちょっと実験したらフォークの方が小さい、現れた後の崩れが小さいということは、足ついた時に比較的安定した状態に戻っているけれども、その時、まだ空中に片足がある時に何かやろうと思ったら、そこまでの余裕がないから、それまでに先生が言っている原則通り、相手が足つくまでに、あるいは同時にぐらいのタイミングで反撃に移る。はい。はい。というぐらいですね。これ、はい。はい。ぐずぐずしとって、これから来たらもうこれやってる。今、分かっとったのがこれだよ、これ知らんけど。普通は出しないです。普通はこれ出しないです。普通は出しないです。そういうタイミングで行ったらいい。また、すると、ちょっと注意すべき。五代君とホーク君の身長差がある、これに絡む身長差を考慮されている。ホーク君の方の場合、蹴ったら、はい、五代君は高くてここまで行くよ、はい、蹴ったらここまで行くよ、五代君の場合ここら辺ね、だからこれちょっと見てよ、これ、こういうふうな払いやな、これはこういうふうな払い、ちょっと上がる、だから、そうちょっと難しいな、はい、ちょっとね、これ、交差しとったら、割と広い範囲になった、これ、交差しとったら、これ、交差して、だから、引っ掛けにくい、と、できたら、交差さすように、はい、低いところだ、はい、低いところだ、今、ちょっと角度を切って、先生、このぐらい、ここが上がってきた、交差するように貼る、これ、交差せんように貼るっていう、なかなか接触が難しい、交差するように貼る、はい、交差するようになる、分かるかな、はい、交差したらこの高さで交差しなかったらもうここだけ、はい、交差するよ、こっちは、はい、こっちは交差するように、交差するように、ね、交差するように、蹴ったらあっちに逃げるのっていうことやと、あの足上げながらな、逃げたら僕から遠ざかるから、僕が一歩行った時に遠くなっていいこと、それは力を抜いたらそれができると、ところで、はい、交差するように、はい、
ぱりちょっと3までと一歩一歩と間違いやるよ、はい、まず3まで回転する、はい、その場で、あ、それで一歩行ったら、うん、それで一歩行ったら、もう回転してしまうって言ったら読めない、こっちこっちやる、回転してこっち向いた方がいいし、あんまり回転してなかったら、そのままでこっち向いたり、足そのままで払われたら、その場で払われたことになるから、ちょっと、足そのままな、そのままな、そうそう。その場で払うか、おいでみ。その場で払うか、おいでみ。あ、そういう感じ。はい、その場で払うか、近い。けど、今言ったら一歩行ってみるのがね、ついてみる。はい。余裕があったら、そっちとか、そういうふうに離れた方が、賢い。賢い。ほんで、防御体制を取る。僕から間を置く。距離を取る。それと、僕が追っかけていく。追っかけていくと、届く。これ、今言ったら、あっち行くだけじゃないしね。あっち行っただけですぐ構えて、斬新を取る。斬新を取ってね。というか、払うたら、払われるんだけれど、一歩移動して、斬新を取る。なるほど。斬新を取ったら、すぐに反面連続運転。うん、そんな、みんな、斬新連続言われたら、まあ、斬新連続言われたとこまで分かってるよ。大体最短距離。最短距離言うたら、はい。はい、斬新連続最短距離。これ、これでしょ。これは面白い。な、だから、それが、
足を置いた途端に、先生、前言うかな、蹴った足を置いた時につけるよ。これ、ちょっと見よ。これ、蹴って置いて、蹴って置いてからつけるよ。蹴って押す。置いた時に蹴る。足を。こうするの。こうする。こうする。あ、これどういうやつ。こうして、こうして、こうして。それが、ちょっと、今、無意識に出とったから。蹴りや、移動したと。出とったからいい。だから、これで、はい。はい。これ蹴ってきたら、置いてある。つく。だけど、これ、大きく現れたら、その場では無理や。はい。それ大きく現れたら、あとこう行ってる。あっち行ったときに、つく。はい。あっち行ったときに、足ついたときにつく。それだけ早く、まあ、はい、はい、流されたら自分の意思で流れて、自分の意思で動いていく、はい、自分の意思で動いていく、自分の意思はなしに動いていったら崩れる、はい、自分の意思はなしに、はい、それは倒すよな、けど多かったら回らなくするわ。けど、離れとっても安心や。はい。で、つく。はい。回った時につく。こうやって。回った時につく。うん、それで。もう、正解して、たらってたのか。裏剣で。そういうふうな工夫をな、ちょっと難しいけど、現れたら流れて動くんじゃなしに、自分の意思で動いていく。足ついたら、体が決まったら、すぐ同時に出たら、今のちょっと遅れだったから、同時に反応する。また。ちょっと一回聞いて今のでね、うん、大木くんが金的蹴りか、うん、上段蹴りかどっちかわからんかったらどうなんですか。今まだ続いとるな。続いてます、はい、金的蹴りかどうかわからん、はい、今のは割に高い蹴り、高い蹴り、はい、それ金的蹴りやったらこれやったらこんだけ短いです。でこれやったら、はい、ゆっくり金的蹴った。これってカバーできるんだな、うん、はい、次握った握ったカバーギリギリや。あ、先生気持ちとしてはこれ開きたい、けど指がこう当たって危ないな、それ注意して、はい、金的蹴った。これ指が当たって、うん、あなた分かってる、僕分かってる、僕の指も壊れたって、突き指の原因だから、こうしようとこれやったら、これでこうやってやったらまた突き指の原因になるんです。でやったら長いという意味ではこれでやる、これの方が守備範囲が狭くなる。けど、これの方が突き指しない。どっち選ぶか。
それでちょっと次の話になるんだけど、次の話は、はい、これで来た、来た、とにかく、はい、こっちへ両方かも、これちょっと当たってます。構成当たってます。構成筋外した、ちょっと後ろ行った、前出るよ、当たってます、ちょっと後ろ行った、筋外したな、これでこれは月指の恐れがある、これは月指の恐れがない、これは筋的カバーの時はこちら側の方が長くてよい、こちら側の方がちょっと短いけど、途中でまあもしか指痛めたら大変やから、まあ握ってやっていい、とりあえずやったら背筋出てる、こういうやり方だな。筋的やり方。筋的やり方。僕は両側の上で。同じやり方。コンドメの話。ということは、生体から生体へと、生体から真反対という二通りな、生体から生体へ、これ、はい、これ、限定決定です、ちょっと、はい、危ないな、ちょっと、はい、ちょっと、それ今まで教えたのは、体の裁きを入れていなかった。次は体の裁きをちょっと入れる。はい、筋肉で見えてます。筋肉で見えてます。はい、筋肉で見えてます。筋肉で見えてます。筋肉で見えてます。ここまで当たったら先生伸びるから、ちょっと下がる、はい、はい、はい、ちょっと下がる、はい、ゆっくりやると、これね、ちょっと下がって、ちょっと、これをやる、生体から生体へ、筋的蹴りと前蹴りな、これあんまり下がりすぎたらあと1分が遠くなるから、だけどあんまり下がらなかったら手がミスしたらこうやったら、これ力を入れたいと、力を入れたい、こうなる、こちらは、いや、で、あっちと飲んで、で、これやったらちょっと、まあ、これやったらちょっとこれはいいから聞いていい、まあ、そういう感じになるし、それやったらまっすぐこう出るな、それで、まあ、次やつもいけるよ、はい、こういうの、これが生体から生体、経験者と強くこうしとったら、それで入るか、それからこっちは入るか、やっぱそっち行かんと入れんか、こっち
それで、ほな、これでこう考えてやる。はい。それちょっと、遅くなるからな。日本なるからな。はい。はい。それで、ほんまにまたどこまで来る。はい。多分、こうした、こういう感じかな。この足で出てきたんだ。この足でなかったら、ちょっと来たわ。こいつ、こいつ届くよ。さあ、そうと。これが生体体制。こっちが早い。これで、こう、はい。すると。生体からマハミというやつ、これ手なし手取り、お前どうだ、お前どうだ、こうする、どうだ、お前どうだ、これ一方足入る、いい地だけ、でこっち側。で、足でカバーしながら、手でもカバーする。これは触らない。一歩が一番速いんだって、二歩より一歩の速いんだって、これで一、これだけ。これで1、これで1、2で、これこうして、まあ、これが速いか、こうしてこれが速いか、こちらの伸びが前より少ない、こちらの前より長い、速い、遅いけれど前より距離が長い。で、こっちみたいに蹴ったと触ることを知ったから、ああ、こうやってこうやって届かなかったんですよ。はい、これでこうやって。ゆっくりと、1、2、これでもう少し。戻すまでに、やっぱこれをちょっと書いて、1、2、3、さっき、な、こちらに、さあ、ぶっ、ぶっ、ぶっ、それ、最初、生体から生体へで、手で教えたけれど、生体から生体になると、ここ、ここ、そのまま、筋を抜いてから、これ、筋を外して、ということで、これ、足は、こんな足。こっちは、こんな足。で、これ、間違うとね、この間に、こうしたら、足の、移動時間が長い、ここまで行く、それと
下がりすぎやる。それで足をこうだとする。この足を動かさないと、こうだとする。こっちはこっちは、こうだとする。これを前の足をこういうふうにも押し出す。この足、前の足をこう押しない。押す。時間が長くなりすぎる。それと、この間、ここが危ないままで時間がない。この真ん中が狙われて、筋がまた外れていない。ここでやると筋が外れない。そういうふうないろんな理由で、後ろの足で真反面になる。これが、この間にこれで終わるからな。一番早いからそれを使う。それが、整体から整体へで手を横へ払う。整体から真半身で手を横へ払う。な、という。で、相手は筋肉に、もしくは上中段へ。で、これはできるだけ交差させる。はい。上段蹴りでも下から上がってくる。できるだけ早いね。で、交差ゴーンってやる必要はない。シュッと今みたいにかすかに触れるだけでも蹴りの方向が変わる。はい、上段蹴り。ここからな。君のいいところは、こっちが下がりよりこっち。間合いがちゃって、離れてる場合、どうだ、ここに入ってた。そう。それぐらい。蹴られたとあんまり崩れない。多分、体の柔らかいこともあるかもわからないし、力が抜けているからと。力入れたら崩れやすい。力抜いたら崩れる。ほんまにゼロになったらそれは崩れるけどさ。ちょっと10か20の力で動いとったら崩れが少ないというのが先生の考えだね。そういうふうにで、今言うたら大切なことは横に払うのは場合によったら握ってもいいことと、まあ、整体から整体ちょっと下がりながら、真半身は下がらんでこれだけでやるということかな。体の使い方を覚える。OK、なんか質問あるか。はい、いや、いいです。休憩。はい。はい。大丈夫ですか。OK、切ってる。